折口正弘は、日本の実業家、企業家インキュベーター。総合人材サービス会社グッドウィルグループ前会長、現、ブロードキャピタルパートナーズ株式会社の CEO。人材派遣会社大手のグッドウィルなどが属する企業集団グッドウィルグループの持ち株会社、グッドウィルグループ株式会社で、2007年12月30日まで代表取締役会長兼 CEO を務め、 2007年6月11日まで、社団法人日本経済団体連合会理事を、務める。東京都大田区出身。陸上自衛隊少年高科学校、第23期生を経て、防衛大学校本科理工学専攻を、第28期生で卒業するも任官は拒否する。根樹法省、厚生労働大臣省を2回、日本赤十字社社長表彰、経済界大賞。 青年経営者賞をそれぞれ受ける。1961年6月11日に、大田区で生まれ、陸上自衛隊少年工科学校、防衛大学校で学ぶ。同期に、赤純日本電産社長や村井義弘宮城県知事、不動産投資家の倉石九1984年に防衛大学校卒業時に、人間を拒否し、日本ユニバックを経て、1985年に、 日照祝いに入社して、東欧向け電子機器の輸出及び現地生産を担当する。大手倉庫会社のオーナーから有効利用の相談をされ、東京都芝浦の倉庫を巨大ディスコとするプロジェクトを計画して、ジュリアナ東京が話題となるが、2年目に利権争いで経営から離脱して4000万円の借金を追い1992年に日照祝いから退職する。 1994年にジュリアナの経験を活かして、六本木にディスコ、ベルファーレを開店し、大半の借金を返済するも、社長から副社長へ降格されてベルファーレから退職する。1995年に株式会社グッドウィルを創業し、介護会社コムスンを含む総合人材サービスのグッドウィルグループ株式会社に成長させて CEO につき、 1999年に、店頭公開して、創業9年目に、年商1400億円、12年目に、拠点数2500、従業員10万人、年商7700億円、時価総額7800億円となる。1990年代中盤以降の経済史などで、ベンチャービジネスの機種として、ソフトバンクの孫正義、よし、渡見の渡辺美希、パソナの南部康行、 HIS の沢田秀夫らと共に取り上げられる。2004年に経団連理事に就任する。2005年に徳馬書店で表したプロ経営者の条件は10万部を販売した。2007年6月に GWG 市会社のコムスンが厚生労働省から介護報酬の過剰請求を理由に介護サービス事業所の新規及び更新指定、不許可処分を受けた。 2008年3月に GWG の取締役会長を辞任する。GWG との関係は、子会社グッドウィルプレミア系米国法人の顧問のみとなり、米国へ移住して永住権を取得し、親族名義で購入したトランプタワーに居住する。マンハッタンの和食レストランメグでチェアマンを務めて、事業モデルの転換を図り、モスクワ、ドーハ、スイス、 インドなどのリゾートで事業し、メグはサービスビジネスの格付け機関明日からシックススター認定を受けた。後にメグを他社に譲渡した。現在、NY 本店メグは閉店し、残りのメグも名前だけで一切関係がなくなっている。2017年12月26日にテレビ東京で放送された番組日経スペシャルガイアの夜明けでは、 不動産バブルなど過去の立役者らにスポットを当てる中、折口正弘がアメリカで復活という切り口で取材を行っている。現在はブロードキャピタルパートナーズ株式会社の CEO として起業家を育成する。元経団連理事で正解人に交友がある。安倍晋三は内閣官房副長幹事に折口と対談して、コムスンは 一生懸命やっておられると称賛している。この対談は経済界主幹の佐藤正忠が取り持った。ありがとうございます。